東京都ラジオネームサンダーストーム、アルコ&ピースの平子さん、坂井さん、こんばんは。来週のスペシャルウィークはオールナイトニッポンとオールナイトニッポンゼロが連動した自動販売機ルーレット企画がありますね、うん。前回平子さんは岡村さんのオールナイトに出演し、うん、スタッフの方々が数字の一桁だけがずれてゾロ目が完成しない中、9778というありえない並びの数字を導き出したこともあり、僕は平子さんに期待しております、ぜひ意気込みを聞かせてほしいですということなんですけれども、ちょっとその前に概要説明の方をしてます。あ、そうですね、はい。その前に岡村さんお疲れ様でした。ここから我々アルコのピースがお送りしてまいります。はい、はい、概要説明、はい。岡村隆史プレゼンツ、持っているのは誰だ、当たり付き自販機、運命のルーレットウィークと題しまして、来週オールナイトニッポンとオールナイトニッポンゼロ、全曜日のパーソナリティが日本放送9階の当たり付きジュース自販機の4桁数字ルーレットにチャレンジするっていう企画なわけですけれども、はい、そうですね。ね、岡村さんがね、全然当たらんということが、ちょっと発端になりましたけど、ね。はい、うん。平子さんも、ね、うん。だから、うん、僕がその時やった時は9778で普通に外れたなと思って終わってたんですけども、うん、後々聞いたら外れるにしても、うん、どうしたってあと1個揃えば当たってたのになっていう外れ方を必ずするらしいんですよ、うん。だから9778って、うん、後々考えたらある意味これ奇跡なんじゃないかと。聞いたこと、やったことないね、そんな。出したことないもん俺。あまりにもその外れ方がダイナミックすぎて、うん、関係者各位の中で、うん、あいつ不賢いてんじゃねえかっていう説もねなんか出てんだよね。あ、そうなんすか。マジなんすか。でもサブ作家の畠山はすぐ横で見てたから、ふかしじゃないんですよ。本当のガチなのね。ガチ。平子ってはないんだよね。いやいや、それ本当本当。本当のやつね。うん。9778。だからその外し方っていうのもあって、うん、岡村さんもね、うん、平子が4番なんちゃうんかなっては思ってると思う、どっかで。口に出しては言わないよ、連動企画だから。たくさんの方がやる連動企画だから。いや、そうですよ。ただ、うん、平子を4番に見据えようかとは思ってはらっしゃるはずなのよ。はずですよね、うん。実際わかんないですけどね。だからちょっと重圧はあるよね、俺の中で。なんか起こさなきゃいけないっていうのはね。だ、そこでかましたりしちゃダメですか、ふかしたりしたら。いや、だからふかしではないからね、9778も。それが怖いんだ、一番。9778もちょっと怪しいし。だからこれは、だからサブ作家の畠山も見てたから。うん、当たりとかのふかしもやっぱ やばいっすかね、それ本当。当たりでふかせねえだろう。当たりだったら何かしらの音とかなるんでしょ。うん、だからそういうのもなんか作ってもらったりしてとか。なんで俺それね。わかんないけどさ。音から作り込まねえといけないんだよ。じゃあ外れましたって言うよ。どうします、だから、そういうのもあるから、僕がやった方がいい。で、だからそういうのがあるから俺がやった方がいいんだよ。おめえなんでもねえんだよ。おめえ外れるにしても普通に外すんだよ。いや、それ持ってるってことですか、やっぱり平子さんは。その、外すにしても。うん。だから結果持っちゃったよね。俺今、自販機でその当たりとか関係ない自販機で今ジュース買ったら出てこなかったですよ。飲まれたよ。金だけ。水買ったらさ、あれ？あ、岡村さん。岡村さん、岡村さん。ちょっと来てくださいよ。ありがとうございます。岡村さん。岡村隆史プレゼンツのルーレットの、はい、その喋ってる時のテンションがちょっと低いんじゃないのか。いや、俺が練りに練ったこの。練りに練った連動企画を。だったらすいません、そうなんですね。これさ、はい、なんか、もうちょっと面白そうに伝えてくれよ。ああ、すいません。僕らの。思いついた思ってさ、やってるんだから。結構高めの感じで言ってたつもりでは。すいません。いや、俺トイレ行って、これもう聞き捨てならんの、はい、テンション低いよ、思って。ああ、すいません。岡村隆史プレゼンツで歌ってんねんから、はい、しょうもないと思ったんちゃうのか。いや、そんなことないです。何やこれ、しょうもない企画。ものすごい楽しそうだなと思って。ねえ、ちょっとこれプレゼンツ言い直させてもらっていいですか。ちょっと言い直して、社会がそこを、ね。あ、僕で、うん。いいですか、じゃあいきます、うん。岡村隆史プレゼンツ、持っているのは誰だ、当たり付き自販機、運命のルーレットウィーク、待ってました。これやん。面白そうに聞こえたやん、今。こういうことなんですね。なんか、岡村隆史プレゼンツみたいな、さらっと言うたから。すいません。そんなんじゃ当たらへんよ。はい。いや、どうなんですか、平子さんのことどう思ってんすか、その、この9778とか出した。まあ、そのダイナミックな外し方を、うん、まあ、
ふかしこいてんじゃん。いや、ふかしてないっすよ。いや、俺この9が、はい、9がほんまは7やったんちゃうかっていう。なるほど。7778を、それだったらありえるわ。平子さんが7を、9を7に間違えたか、7か9を間違えたかっていう。そんな大胆なことしません。だって、だから、サブサッカーの畑がいたんですよ、隣に。畑は、あいつが証言してくれたんですよ。畑。畑。あれ本当の畑、これ。いや、これで明らかになりますよ。いや、僕が一人でいればね、その疑惑もしょうがないですけど。畑をちょっと。そうなん、どうなん、いや、俺もちょっと畑に確認取ってんけど、どうも畑、うん、な、ふかしこいてるらしい。いや、いや、ちょっと、畑横で見てたよね。横にいました、はい。ねえ、はい、俺がだから、この数字9778出したのは見てるよね。言うたってええと思うよ。本当のこと言っていい、本当のこといい、うん、うん、うん、いいよいいよ。7778でした。いや、違うよこれな、平子、ちょっとどうなんすか、平子ふかし事件って言って、いや本人こそ知らんけど、アルコ&ピースだけは知らんねん。これ、あの、平子ふかし事件言うて、日本放送ではもう駆け抜けて、いや、いや、あいつふかしよう。いや、いや、これ岡村さんといえども俺一本も引きませんよ、ここは。いや、俺も、すごいなと思って、あの時にはな、あの、お茶持って行ったやんか。はいはいはい。お茶持って行ったけど、よくよくその、なんぼ、俺、毎回来たら、こうてんねんな。はい。そやけど、そんな、バラバラの数字って、まあ、で、うん、7778。でも、ふかしたなん、なんて ?9778。いや、ないよ。こんなん出えへんって、俺思て。僕も思いました。変だなと思いました。はい。ふかしよって。本当に出たんすよ興味液晶、鮮明じゃないっすか。ちょっと、いきなりやったから、俺捕まえてそのままいきなりやったから、はいはい、ちょっと、はい、あの、はい、どうなってんのっていうので、うん、はい、若干ふかしよって。いや俺ふかしてないっすよ。俺本当にこの男はやる可能性ありますよ。これは確かにこの1回のふかしはやばいで、はい、よっしゃ。いや分かりました、うん、岡村さん、じゃあこの連動企画ではっきりさせましょう。僕が持ってる男か持ってない男か頼むで。そうしたらはい、面白くちゃんと言うてくれよ。はい、そうですね。テンションが低くかって、もう一回ちゃんと、岡村隆史プレゼンツ言うて、俺も吹いてもてんねやからな。もう一回、もう一回、もう一回、わかりました。はい。もう一回行きましょう、じゃあ。全オールナイトニッポンの人たちがやな、はい、なんか協力してくれるらしいねんけどな、はい、そんなに乗ってへんらしいねん。いやいや、乗ってます、乗ってます。俺もこんなん通る思てへんからやな。いや、ヨシキさんがふわーっと言うたらやな、会議でもなんやそれみたいな空気やったけど、いやいや、なんか通ったんや。いや岡村さん、これはね、うん、本当勝負の企画ですよ。そうか、はい、俺はこれ本当勝負かけてますよ。そらもうふかして言わせ、ふかしてない。俺本当に畑言えよ。俺ふかして、おめえなんか変な、お前がふかしてないか。お前変にずらして面白くしようとすんなよ。俺はふかしてないよ。これやばいぞ、うん、これもうこれふかしたらもう一部上がられへんで。やっぱでも、いや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 、虚偽ですからね。一回ふかしたらもうあかんねんで。日本放送今やそうやもん。見てみ、ウーマンなんて、クビになりよったやん。ふかしてんすか。あれ、ほら、あの、一回、ふかし言うかも。あ、まあ、いろいろ。な、来よれんかって。ありましたからね。あれもふかしよってん。あれでもアウトやん。ちょっと、この一回のふかし知らんで。いや、俺は、田村さん、本当に出たんすよ。それだけは言うとく。もう、日本放送ではもう話題になって、あいつふかしよったなって。アルコ&ピース平子、ふかしよったなって。そのまま行くんすか、外。その感じで。これはもう、そやから、もう、えらいことになってる。それだけ言うとくぞ。ああ、裏で言われてるんですね。一部よ。一部上がれそうやってんやからな。はい。一部上がれそうやったけど、このふかしが、どうなるかや。なんだあの吐け方。岡村さんの。いや、これね。言っちゃったよ。いや、ただことじゃないよ。あそこまでふかし言われて、うん、俺もその、すんなりと引き下がれないよ。うん。これは連動でもなんでもね、うん、俺と岡村さんの勝負だ。みんな大人全部どっか行っちゃったよ、ね、岡村さんの。ありがたいですね、来ていただいて。ちょっとその辺も持ってるとこもう一回ちょっと証明してくださいね、平子さん。おう、やってやるよ。マジで。もちろんちょっと高くなってるでしょうし、平子さん。俺マジでジュースの自動販売機の当たりくじのこれで持ってるんだなっていうのだけは本当に思わせたい。畑の衝撃的な証言でしたね。すげえ。敵だらけだよ。ああ、本当だわ。うん。これもう一回やっぱ一部上がりたいし、なんか俺読んだことねえけど、うん、なんかわかんないけど、うん、三国志に、三国志に似てない、うん、全然似てない。こういう状況ない。ねえねえ
武将ってねえわ、二人しかいねえしねえよ。あ、そうなの。あ、そうなんだ。ちょっとまだ説明の企画の説明があるんですけれども、はい、リスナーの皆さんは各曜日の数字を全て書いてですね、メールで投票すると抽選でオールナイトニッポンパーソナリティ全員のサイン入りアンブレラが当たります。僕的にはまあボルボが良かったですけれども、アンブレラとボルボだと間がすごいからね。あと、もしも当たりが出た番組には、うん、日本放送のお偉いさんから賞金、うん、5万円が出るそうです。おー、すごい。本当に本当にもらえるのかな。5万だな、1000万ぐらい欲しかったですけども。企画の話じゃなくなったから。詳しい応募方法は来週スペシャルウィークに発表いたします、うん、というわけで来週のオールナイトニッポンとオールナイトニッポンゼロ、久々の連動企画でございます、はい、絶対に聞いてください、うん、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。ハッピーチューニング、平子由紀です。2015年6月4日木曜日のオールナイトニッポンゼロは我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。はい、はい、間違えることもあるのかな。9と9だ、俺次出せるとしたら2種類だけよ。本当にまた前回のような大外しか、うん、はたまた見事的中大当たりかの2つだけよ。うん、いや本当そうよ、うん、頼むよマジで。他普通に、いや外れちゃいました、ヘラヘラとは終われない状況なんだけど、ね、そのパターンも言っても考えとかないと。一回、いやそれはないよ、俺は一回持ってるとこ見せつけたから。やっぱり平子が4番やな、平子すまんかったな。4番の感じよくわかんないんだけどな、野球の。いや岡村さん、岡村さんにもう謝ってもらう、うん、岡村さんの頭下げさせるわマジで。ああどや、あんだけふかしふかし言われてね。男としてね、引っ込むわけにいかないから。でも畑の証言もやっぱりあったから、まあちょっとねそれもちゃんとね、しっかり持ってるっていうところ見せてください、ぜひ平子さんが。ああ、うん、俺負けたくないよ。最近のニュースは、先週番組でリアル全仏企画でやりましたけども、はい、うん、ガチ全仏はちょっとね、西堀君ベスト4ならず。惜しくもね、いや惜しかったね、あれでもね、惜しかったですね。でもコリの良さは本当によく出てたと思うんだけども、ただ、うん、いや出てました。対戦相手のね、ジョー・ウィルフィード・ツォンガがね、やっぱ強すぎた。あ、ツォンガ、ツォンガですね、ツォンガ強かったですね、うん、確かに強かった。あとあの全仏のね、あの絶対王者のナダがね、まさかの敗北ということで、あの赤土の王なんてね、意味をもう取ってましたけども、6連覇をジョコに阻まれるということでしょうね。やっぱ強いね今ジョコビッチ本当に。でも負けましたけど、ナダもさ、その土のコートだったらほぼ無敵っていうのは、うん、あんまり他のスポーツでなかなかないよね。あ、まあどこどこの球場なんちゃらではあるけど、赤土だと強いっていうのは、うん、ちょっとかっこいいもんねなんかね、うんうん、これテニスだとそうなるけど、芸人で言うと、うん、中野芸能小劇場の友池さんみたいなもんで、うん、まあまあ強いけどね。まあ滑らない。ああ楽しくね、楽しくね、楽しくね、楽しくね。で誰もわかんない、ね、ボワフのね、ボワフの友池さん。ああ新宿風のスパローズさんみたいなことでしょ、だから。ああ風の、あ、リバティのスパローズっていう意味もあるからね。強いね、リバティのスパローズさんも、もう外さないもんね。外さないね、なかなかね。ああ確かに、そっか、お笑い芸人だとそういうのがあるのか、うん、だから例えば堺の実家は砂壁だから、ナダなんか自分が持ってるパフォーマンスを最大限に発揮できるんじゃない。ナダル俺ん家でどんなパフォーマンスすんだよ。これはこれはいい、いや砂壁と赤土、砂壁をなぜて指でパラパラってやって、はあ、こりゃいい。いやパフォーマンスは何なんだよ、だからそれこりゃいいって言って。お前ん家の壁でテニスよ。壁でテニスってなんだよ。いや誉れなことよお前。この穴何ですよ、この間ナダがさ。いやいや、誉れだけどさ、確かに。ナダが来てくれたら。まあまあね、うん、まあ、こうなってしまったからには、コリに勝った、ジョー・ウィルフィード・ツォンガ、ね。言いづれなら言うなよ。ツォンガでいいよ。なんでフルネームで言うんだよ。気になったんだけど、見てて昨日。長えな。優勝してもらうしかないですよ。いや、ちょっと楽しみだな、ツォンガも、ね。うん。さあ、そんな今週の放送ですけれども、うん、はい、何をやりましょうか。あの今週土曜日からちょっと気になる映画が公開されるんですけど、映画、うん、うん、予告犯っていう映画、はい、うん、生田斗真君のやつですよね。はい、そうです、はい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 、あ、予告犯どういう映画かというと、うん、
あの法では裁けぬ悪や罪をネット上で暴露して、うん、そいつらへの制裁を予告しては実行する謎の予告犯、新聞紙の話らしい、うんうん、生田くんがあのなんだ新聞紙でマスクをね、うん、作ったマスクをかぶってんだよね、そうそうそう、目のところをくり抜いて、そうそうそう、うん、俺見た見た、それを予告で、あれちょっとやっぱ僕もああいうダークヒーローみたいなのやりたいなって思ったから、うん、今日やります。いや生田くんがやるんだよ、今日は予告犯をやります。生田くんやるから酒井くんやらなくてもいいんだよ。法で裁けぬ悪や罪に制裁僕が加えます。いや、はい、だから生田くんやるから、いやもうこれはもう僕の正義、酒井くんの前に、酒井くんって言うなよ、いやいや組み立てか、組み立ての頃か、僕いやもう僕が使命を果たさなきゃいけないんですよこれは。いやちょっとそうなっちゃうと、うん、ラジオとして思想が強くなっちゃうから、いやもうちゃんとデニールアプローチもしてきてます僕今日は。デニールアプローチ、まあ役作りのことですね、はい、ちょっと見ててください。いやどうですか、いやかマスクをね、うん、かぶってるんだけど俺ずっと横にあったから見えてたからさ、うん、どうですか、うん、じゃあまあ、ラジオのお聞きの方に、うん、今酒井が新聞紙で作ったマスクを着用しました、うん、それが酒井にとっての、うん、その何生田くんでいう新聞紙っていうキャラクター、酒井なりの新聞紙ってことね。新聞紙違う、俺の名前はスポーツ新聞紙だ。デッデレじゃないよ、デッデッデレじゃないんだよ。いや生田くんは新聞紙だよね。新聞紙だ生田くんは。生田くんその声じゃ踏んづけしなくていいよ。ちょっとアレンジをしてるのね。スポーツ新聞紙だ。いやわかんないけど、うん、結局は何をやるんですか。まあ黙って聞いてろよ。いいね、普通に説明するやん。もう一度言う、俺の名前はスポーツ、ちょっとカンペが見えないんだ。なんだよ。じゃあやるな、いいよ。もう一度言う、俺の名前はスポーツ新聞。ツタンカーメンみたいになってるじゃん。法で裁けぬ悪党どもに制裁を加え世界を浄化する真の正義だ。そこで今日は俺の思想に賛同するリスナーから悪党への制裁予告を送ってもらいたいと思う。誰も拾わないお前らの声、表に突き出そうって話だ。そう、制裁予告っていうのは何ですか。まあ黙って聞いてろよ。お前顔見えてんだから普通に喋れよ。もう酒井だよ。例えば俺のことを無視したサッカー部員の名前を明日自作のデスノートに書いてやるとか。自作の。ファミレスでバカ騒ぎしているバカ大学生がいてムカついたので、その後そいつらの彼女でそういう妄想をしちゃおうと思いますとか。ヒルクライムの良さはわからない活動も今年の紅白楽しみにしてろよなどなど。声色に内容が合ってないよ。こんな感じで送ってくれ。俺が世界を変えてやる。制裁がちょっと弱くないですか。これだけは約束してほしい。話は聞けよ。キャラ入れんのはいいけど最低限。最近多くねえか、ここ3ヶ月だよ。本家新聞紙はまあ黙って聞いてる。なんだよ、それ別にブリッジじゃねえだろ。本家新聞紙はハードな罪にハードな制裁を加えているが、うんうんうん、こっちはあくまでもスポーツ新聞紙、ライトな感じで頼む。あんまりヘビーなのをちょっと事件性を帯びた内容だと、そう、あの電波に載せられなくなっちゃうから、やばいからライトな感じでってことね。ライトな感じで頼む、うん、受付メールアドレスはすべて小文字、うん、ap@allnightnippon.com。 そこ普通でいいんだよ。そこ ap@、 まあ黙って聞いてろよ。なんだよ、言えよ最後まで。 ap@allnightnippon.com ap の途中で言うなよ。アルコ&ピースの頭文字を取って ap だ。番組に送られてきたメールの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントする。ステッカーが欲しい人は住所と本名を書いてこい。そんな、なんか普通のところ普通に戻って読むべきところ。まあまあ、なんとなくやりたいことは分かったんだけどね。やりたいこと、いや、うん、勘違いするな。俺は自分のためにやってるわけじゃない、お前らのためだ。そうじゃないんだよ。デゲデンデゲデンじゃないよ。上げなくていいよ音。こいつのために。まあその俺もね、予告犯はね一応その
これ予告班の予告ってちょっとめんどくせえんだけど、まあ予告で見たから、まあ、一応勉強したのね、内容はなんとなく。これがデニールアプローチだ。知らないんで。で、酒井がその、わかんない、スポーツ新聞紙。スポーツ新聞紙だ。俺は俺は何をやるの、何、どんなんがいい。いや、いやだから何がいいの。さっきから連呼してたけどさ、うん、そこでやりたいことあるか、なんか黙って聞いてろって言えば。なんかやりたいことあったら。なんで優しいんだよ。自由にやればいいさ。飲み込むなよ、そのキャラで。ははじゃない。そんなキャラねえだろ。いや、俺はじゃあ何、構図的には刑事とかそういう立ち回りをすればいいのかな、わかりやすいところ。それでいいんじゃないか。なんでで、決めろよ。俺のもう俺やめるぞ。じゃあ俺帰るよ。お前さあ、この番組は日本初のスマートフォン向け放送局 NOTV でも、ここ東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生放送でお届けしております。さらに NOTV では金曜日の朝9時から再放送をお送りしております。スマホで見るオールナイトニッポンゼロ、ぜひ NOTV でお楽しみください。待ってんじゃん。Why are you fucking laughing? Listen up, my problem is yours. Don't you ever think if you want to change your life? アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロでは、ラジオの前のあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは ap@allnightnippon.com ap@allnightnippon.com。 ツイッターのハッシュタグはシャープアルピー ANN、 アルピーはカタカナ、 ANN はアルファベットでお願いします。番組の公式 LINE アカウントもあるので、ぜひ友達になってください。番組は僕らからのメッセージが届きます。詳しくは番組の公式ホームページをご覧ください。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。メールが来てます、はい。東京都ラジオネームツイストアウト、うん、今家にあるじいちゃんのスポーツ新聞をハサミで切って、うん、マスクを作り着用しました、うん、ちょっと動くだけでガサゴソ言って、うん、2人の声がすごく聞き取りにくいし少し後悔していますが最後まで頑張りたいと思います、うん、空気がこもって自分の息が臭いです。スポーツ新聞さん、今日はやってやりましょう、うん、ほら、いい意気込みだな。それは意気込み、うん、いや、あの新聞紙だからさ、なんか社会面とかでバーってマスクが作られてるから迫力があるんだろうけどさ、うん、スポーツ新聞だとさ、うん、それちょっと裏見してみなよ。これそういうことじゃないんだよ、内容。もうトースポじゃん。競馬のモーリスって。いや、いいね、そこは。みこさり反撃場が、いや、目のとこにちょうど、うんうん、いや、もう撮ってんじゃん、だってそもそももう撮ってんじゃん、CM 中見えずれ、うん、もうやビリビリになっちゃったもんこれ。うん、邪魔だしちょっと。ただみんなにでもこの思想が伝わればなと思う、こういう思い。いや、聞き取りにくいや。スポーツ新聞紙たちが増えてくれればいいなと思ってるから俺は。ラジオだからさ、うん、ラジオだけど、ラジオだからこそ見えるラジオって、だからそういう。いや、それをバックアップしてるわけじゃないだろう、だって。なるべく皆さん、あの撮って、あのお聞き、クリアなね、まあまあそうだけど、うん、NOTV はご覧の方はね、うん、で見ながらね、 NOTV で見ながら、はい、お願いいたします。見れるラジオですか最近。ちょっと平子さん、はい、ショッキングなニュースが、うん、あの僕の Facebook にちょっと飛び込んできまして。ニュース、はい、うん、大ニュース、はいはい、あの中野の地下芸人、うん、大谷、うん、僕ら昔から知ってる、うん、大谷ね、うん、芸人引退します。俺もツイッターで見たんよ。マジっすか。大谷さんってね、もうソニー前の事務所のね、ソニー、うん、僕はその時からの、もう始めた頃から、まあもともとピン芸人だったりね、はい、まあ、コンビ途中で組んだりしてたけども、うん、まあ、ついに引退を決意、そして表明ということですよね、はい、びっくりしたよね。いや、俺腰抜かしそうになったね、正直ね。いや本当にね、うん、マジだよ、本当だよ。だって昔一番仲良かったもん俺、ずっと一緒にいた。俺3人で本当によくいた、うん、いたね。3人で俺ん家で飯食ったり、大谷ん家で飯食ったり、なんなら M1 も見たし、ひろこさん家とかで、うん、うん、そうだね、一緒に見たね。俺サンドイッチマンさんが優勝する時の M1 のも見てて、うん、一緒に牛丼太郎で納豆ご飯食って、やっぱ夢あるな芸人って2人で語り合ったもん今ね、うん、
ちょっとだけ泣きそうになった。そんなね、大谷さんが。それがまたなんかね、うん、あの引退というか、まあ、うん、ライブが6月27日に、うん、一番最後のライブ、そのタイトルがですね、うん、帰ってきた AD マーフィープレゼンツさよおならブーブー大谷タイトルがね、ライブのタイトルがそれなんですよね、うん、だちょっとね、これ、うん、顔出しに行ってもいいかもしれないですね。あ、顔出し行こうと思ってた。僕、そうですね、暇だったら行こうかな。夜中ですよね、確かに。オールナイトライブなんだよ ね、 そうですよね。俺、行こうと思ってたの。あ、マジっすか。うん、行きましょうよ、中野 V スタジオ。あ、行く ?27 日の深夜だよね。うん、あ、行く行く。いろいろ喋りたいことあるし。うん、ねえ、そうそうそう、行きましょうよ。いや、もうでも、ほんとだって、頑張ってきたって、なんだっけ、エンタとかでね、うん、あの収録しに行って、そうやったーっつって、みんなでピン芸人、ちょっとあるあるネタみたいのがあったんだよ ね、うん、で3人でね、飲んで、うん、よかったなとかって収録してきたよってね、喜んで、あいつエンタの時の台本、その時の台本をね、うん、その飲みの場までに持ってきて、全然関係ないのに、いやー、うん、出ちゃったよみたいな、チラッと見せてね、うん、ちょっとコントみたいな感じで、ミニコントみたいな感じでね、そう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 、一切オンエアなかったですけどねバスンズバン。いや、だからいつオンエアされるか分かんなかったから、ね、ずっと待ってたと思うよ。一番厳しい時代だったもんね。そうだね、エンタの神様がね、芸人もほんと多くて、うん、あ、それが悔しかっただろうね、それもね。ねえ、家にも遊びに行ったこともあるしね、大谷さんのね、行った行った、ボロいアパートでさ、クソみたいなアパートだよ、クソみたいな、あの玄関のドア開かないんだもん、うん、一回持ち上げて外さないと開かないんだもんね。もうあの超都会とかがバカになってて、そう、すごいよ、すごかったね、あいつんちは、ね、コンビ組んでた時代もありましたよね。あ、大谷さんと湯川セイントセイヤ、そう、湯川セイントセイヤと組んでたんだあ、湯川玉ねぎって言ったらわかんのかな、うん、別名ねえ、それミスアルプスでしたっけ。それはミスアルプス、そのコンビ名がね、コンビ名がね、分かってるかな、大谷と湯川セイントセイヤのコンビがミスアルプスっていうのがあったのね、うんうん、俺一回 TWL のね、劇場あるじゃないですか、うん、中野ね、ライブで滑ってたんですよ、すげえミスアルプスが、うんうんうん、クソみたいに滑ってて、うん、地下じゃないですか TWL、うんうん、地下の劇場で上上がって二人でタバコ吸ってて、なんかちょっと落ち込んでるみたいな感じだったんですけど、うん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 、ちょっとチャチャ入れるために、うん、めっちゃ滑ってましたねみたいな、まあ、うん、まあ、なんとなく助け舟みたいな、ね、そうそうそう、芸人としてのね、うん、で湯川くんと俺、まあ、同期みたいな感じだから、うんうんうん、ちょっとやめてよそんなこと言うの、うんうんうん、みたいな感じで湯川くん下降りてたん劇場、うんうん、で大谷さんと俺二人になって、うん、なんかちょっと本気で切れてて、湯川くんハート弱いからそういうの言わないでそっからね、2ヶ月3ヶ月ぐらいちょっと口聞いてくんなくて俺もそれ全く同じ怒られ方したからねあの平子っちさ、こういうこと言うの芸人として寒いと思われるかもしんないけど、湯川くんさ、滑ったとか言われんのずっと残るから後々支障出んだよね、言わないで悪かった悪かった、ごめんごめんって、そんな二人が殴り合いの喧嘩して解散するって、うん、湯川セイントセイヤと大谷、これ名前面だったら圧倒的に湯川選手だよね。ひょろい二人がさ、ね、ちっちゃくてひょろひょろの二人がね。だって3人でライブもしましたもんね。大谷とね、俺はアルコ&ピース組み立ての頃だよね、うん。合同ライブをやろうって言って一緒に、ね。それこそエンタの神様がオンエアになんない。うん、で僕らもオンバトで勝てなかったんですよね。うん、オンエアなかった時期。そうでタイトルがオフエアって、ね。そう。うん。ね、オフエアの2組がなんかテレビじゃあんまできなさそうなことをやりますみたいな、ちょっと尖った感じのね、あ、懐かしいなそれ、だったなグズグズだったけどね、地獄のように滑ったじゃん後半特に、うんうん、でもともと大谷がさ、うん、あのチケット入場チケットを買ってもらうシステムじゃなくて、うん、入ってもらって出るときにおひねり制で、うん、ふさわしい今回のライブの金額をお客さんに決めてもらおう、そうだ、で全部終わった後に俺らがその出口に立ってありがとうございますと同時にカゴを手に持ってそこにお金を入れてもらおうっていうふうに取り決めたんだよね、うんうんうん、
だけどあまりにも滑って、うん、したら大谷が終わった後、うん、あのじゃあカゴをさ持って挨拶しに行こうよって言ったら、うん、俺と酒井が滑りすぎて、うん、行かねえって言ったんだよね。見れねえもう、はぁって大谷切れて、いや決めてたじゃん。いや俺らいいや、ちょっと出れねえ、うん、なんだよアルコ&ピースって一人でカゴ持って頭下げて、で入れてもらったお金も持ってきて、うん、思ったよりは入ってる。そうだわ、うん、あったね、あったんだよ。滑りすぎて本当平子さん楽屋戻ってきてそのままぶっ倒れましたもんね、うん、あの小さいテーブルがあるんだけどそこの下に潜ったからね。でんでん虫見てる。で後輩呼んでさ、うん、企画でさ、うん、なんかあの乳首相撲みたいなのやったらさ、やったわ、そのうちの超若手の後輩の一人がさ、うん、楽屋戻ってくるなりさ、うん、あんなのただのいじめじゃないですか。お笑い全然わかんない、2ヶ月目ぐらいの芸人がさ、うん、ブチ切れてさ、そうだわ、あ、ま、マジかって言って。いや散々なライブやったね一緒に。そうだね、うん、そのためにやっぱね、そんな話もしたいもんね、ちょっとね、したい、しばらく会ってないですもんね、会ってないね、うん、で俺その Facebook 見てちょっと思い出したことあって、うんうん、嫌な気持ちになったんですけど結果、おうおうおう、僕女芸人と付き合ってたじゃないですか、うん、ロリちゃん、ロリータ族、ロリータ族サンミュージックの、うんうん、ロリータ族が付き合ってる時に、うん、あの酒井さんと付き合う前に大谷と一発かましました。それ誰のフェイス、違う違う、それをロリちゃん、その大谷さんのその引退の聞いてる、ああ言ってたのね、来月ぐらいやめようかな、だから。東京有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。今日はリスナースポーツ新聞紙から宣材予告を送ってもらっています。いや2つ乗っけんなよ、え2つ乗っけんなよ、いやリスナースポーツ新聞紙です、本来は新聞紙っていうキャラがね、ちょっとメール来てますから、うん、ラジオネームガジョマル、平子まあ黙って聞いてろよ。軽めの悪党へライトな制裁を加える謎の存在スポーツ新聞紙か、まさか俺と全く一緒の思想を持ったやつがいるとは驚きだ。やいスポーツ新聞紙さんよ、世界を変えちまうのは案外俺らみたいなはみ出し者かもしれねえな。やべえな、俺はとりあえず見せしめにいつも通学バスの後ろの席を占領して俺の悪口を言っている3年生の女子を思い浮かべ、顔をマクロに押し付けてあーって言ったぜ。みんな今日で全てが変わるぞ、シャオラ。制裁ダメージゼロじゃん向こう。これこれこれよ、これいやこれこれじゃなくてさ、こんな思想がやっぱこう伝わってるわちゃんと。いや伝わってねえじゃん、うん、埼玉県ラジオネーム天空にいる太郎、うん、うおースポーツ新聞紙来たー、かっけー、うひょーよこし。いや伝わってるよやっぱ。伝わってねえじゃん2枚目特に。いや伝わってる、さっきのやつも今もそうだけどさ、うん、スポーツ新聞紙だから、うん、別に酒井さんでよくない呼びかけ方。いやいやいや、だこういう人も平さんいるんですよ、うん、ラジオネーム山口ホテル、よ予告判明、顔を新聞紙で隠しやがって、一体正体は誰なんだ。何ね、誰なんでしょうね、誰なんでしょうねじゃない、何を聞いてたんだよ、ね、逆に本当に。予告判明じゃない、憎んでんじゃんもう。刑事目線だよね。うん、分かんないしね、多分酒井だよ。いやいや違う違う違う、僕じゃないです、僕じゃない、スポーツ新聞紙ですか、僕ではないです。いや頭から聞いてたら自然に分かる流れだ。いやいや僕じゃないです、これ正体は価値の感じ で世界変わんねえだろ。いや変えていきましょう世界。じゃあ、届いてます、うん、読んできますね、うん、東京都ラジオネームツイストダンスジャガー、うん、今本を読んでいたら紙で手を切ってしまったので、うん、その本の横に今年の本屋大賞の本を並べて劣等感を感じさせてやろうと思います。きっちぇその制裁。きっちぇな、無機質なものだから。
本人だけで、ね、やったって。えげつねえな、こいつやり方。えげつないと思うけどさ。ライトなやつっつってんのに。いや、ライトだよ、ライト。ライトだろ。誰も、日常は何も変わんないよ、これ。してやったぜと思ってますよ、こいつ。いや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 。じゃあ、続いていきますよ。ラジオネーム、野球本助。今、この瞬間も楽しく飲んだり会話している後輩たちよ、うん、制裁だ、うん、混ざるぞ後で混ざるぞ俺に混ざってほしくなければ飲んでますツイートを今すぐやめろさもないと混ざるぞどういう存在なんだそいつ自分だけ、まあ、呼ばれてないとかね。これこうなんない、あの悲しげツイートになんないみたいな感じになんない。大丈夫大丈夫です。悲しいメールの山がさ、制裁予告ですから積み上げられていくんだろう墓場よ、言ったら。い思いの墓場だろ。違うって悪党への制裁予告です。いや悪党でもねえし、この後輩は悪党じゃないでしょ。いやいや、これは誘ってあげないと。悲しく飲んでますって、うん、いやダメよ、やってんでしょ。ダメダメ、こいつかわいそうなもん、こいつが。いやいや、じゃあ続きまして、佐賀県ラジオネーム君とべ。僕はお風呂に入ろうと服を脱いでいる時に、うん、お母さんに覗かれたので、明日の晩ご飯をちょっとだけ残してやろうと思います。いや、やめてやれ、それはやりすぎじゃねえか、それ。いや、もうお腹いっぱいって終わるよ。終わるだろう。あ、そう、うん、いや、残しよう、無理しないでいいよ。大丈夫、体調悪いの。ああその通りさ。今の気分はどうだ。いや、あんたが気分悪いの。お母さん聞かないで。すげえな。いや、ちょっとライトすぎないですか。いえ、そんなことない。でもヘビーなのはきついって言いましたけど、ライトすぎない、ね、うん、いや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 、もう十分ですよ。ちょっとライト超えちゃってんじゃない、ちょっと息を。ライトな息。どういうことだ。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。それではこちらのコーナーに参りましょう。ドク、デロリアンの準備はいいかい？ OK、 それじゃあタイムトラベルだ。アルコ&ピースの1週間はい、こちらのコーナーはタイムマシンで未来を見てきたリスナーから、我々アルコ&ピースが放送日翌日からの1週間どんな感じになっているのかを曜日別に送ってもらっております。はい、はい、では参りましょう。練馬区ラジオネーム、みんなのターコイズ。金曜日、平子。河川敷で一人うつむいている小学生に、大丈夫だよ、見上げればもう大丈夫、ほら七色の橋、やっと同じ空の下で笑えるね、とアクアタイムズの虹のサビをつぶやき、鼻で笑われる。ここ抜き出さねえだろ俺。そうだね。続きまして、ラジオネーム、おもちもちもちももち。金曜日、バカの宮本武蔵。箸でパシッと灰をつかみ、嬉しそうにご飯の上で 2,3 回バウンドさせて口に運ぶ。バカだな。タレのもの食うときの食べ方だぜ。灰のタレもついてねえし、汚ねえだけだ。続きまして、福岡県ラジオネーム、トゥルーマンショー。土曜日、サラリーマン。町の電光掲示板に、俺と結婚しようという文字を映し出すサプライズ演出を仕込むが、映し出す瞬間にニュース速報とスポーツ速報がバカみたいにぶつかってエラーが起こり、錦織フルセットでリケジョに敗れ、クーデター、新弾道ミサイルの俺、インドで捜査加速、帰ってきたら結婚しようと映し出され、彼女に泣きながら敬礼される。感情どこに持ってる。いいですね。ステッカー差し上げましょう。グッチ。
ちゃくちゃ、続きまして横浜市ラジオネーム時任三郎。土曜日ケーマ、お前車に構えてていけすかねえと味方の飛車から攻撃を受けるが、持ち前のトリッキーな動きでヘイヘイと華麗に避け調子に乗るが、しかし目の前にいる相手の負に気づかずあっさり取られるでもイメージそんなイメージだな、桂馬、ね、トリッキーなね。俺だから将棋全然わかんないけど、うん、桂馬を制するものは将棋を制すると思ってんだけど、うん、違う？いやそうだと思う本当、うん、俺この間将棋詳しい芸人に言ったら違いますって言われて、うん、じゃあ違えんだ違えんだ桂馬がいいんだよな、うん、俺も好きなんだよ桂馬、うん、続きまして京都府ラジオネームういろうちゃん。日曜日堀内隆雄、心ないアメリカ人に「ヘイプリングルス」とヤジを飛ばされる最強の悪口だなそれはもう超キレんだろうな、ぶっちぎれるだろこれ自分の立場だったらあこっち来いよ続きまして愛媛県ラジオネーム2012。日曜日キラコ、道端三姉妹の名前を誰一人として思い出せなくなり、苦し紛れに道端なんじゃろかと口走ってしまい、お笑い警察に確保される逮捕だなお笑い刑務所にねすまんねえな道端なんじゃろか続きまして東京都ラジオネーム東北自動車道。月曜日ハワイ諸島、いつもは1日あたり5ミリずつ日本列島に近づいているが、この日だけは15ミリ近づいてみる。しかしハワイアンセンターにこれ以上近づくんじゃねえぞと脅され20センチ遠ざかるそうだよな、どうなってんの本当に、そんな近くなってきた。そうよ、ね、ハワイアンセンターが怒っちゃうんだから。そうだよね、うん、スパリゾートハワイアンズね、うん、ハワイアンセンターってすげえ昔の言い方なんだねこれそっかそっか、うん、30年ぐらい前の言い方なんだ続きまして富山県ラジオネームおもちもちもちももち。月曜日ルパン三世、銭形警部の名前をど忘れしてしまい、おー追いかけてくる人っていういやこれインパクトある名前忘れねえよ、ま、真似方わかんねえよ藤子ちゃん、ね、藤子ちゃん女の人続きまして愛媛県ラジオネーム2012。月曜日キラコ、髪を伸ばしてキャップを後ろ向きにかぶって局入りし、無事江口洋介として迎えられるわかるだろ今無理だ今やんねえじゃん普段そうじゃねえし続きましてラジオネーム股関節痛。火曜日童貞ボクサー、やっとのことで彼女とのベッドインまでこぎつけたが、ボクシングジムの天井にバネでついているゴムボールを両拳の側面でリズムよく弾く練習のように、クリトリスを拳でペペン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 と弾いて彼女を怒らせてしまい、童貞という名のチャンピオンベルト20年目の防衛に成功する怒るだろそんなの。あれそんなクリトリスそんな揺れねえよ天井からのあれでもないし単純に痛えだろ痛い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 続きまして大阪府ラジオネーム石川かもにくん。水曜日マシンガンズ西堀、うマックスめんどくせえって森泉に言われるなんかマックスめんどくせえ、あ言いそう言いそうだね、うん、それ俺のだよあ言いそうお前は言うなよバカ野郎、いけるのそのセットちょっと見えるね続きまして愛媛県ラジオネーム2012。水曜日初めて下界に降りた神様、たこ焼きにかかっている青のりを見て、わし以外にもこの力を使える者がおるのか
と驚愕するこれそんな崇高な能力すげえんだそんなに、うん、ねえこんな天井ではもうあんな刻むのはもう神の、うんうん、そうなんすかって言うの普通にやってるだけなんですけどねあんま悪気もしないだろうねたこ焼き屋さんまあ普通まあうん1ヶ月2ヶ月目ぐらいかなできるようになって、続きましてラジオネームペリー黒船木曜日ベッキー中佐第三銀河系からの救難信号をキャッチすると戦闘機リサスティックマイヤーに乗り込み高速時空転移装置マギーを起動ワームホールを抜け獰猛な宇宙生物が救うという惑星誰逃れと向け飛び立つおうすげえいやわかこう見えるね、うん、すごいね戦闘機リサスティックマイヤーってかっけえねありそう、うんうん、惑星誰逃れもね、うん、すごいなベッキー中佐続きまして埼玉県ラジオネーム天空にいる太郎木曜日朝倉みなみ今目の前にいるのが達也なのか和也なのかどっちか分からずキャッちゃんみたいな微妙な発音で呼ぶ一応えってキャッちゃんキャッちゃんステッカー差し上げましょうということでこのコーナーではタイムマシンで未来を見てきたあなたからアルコ&ピースが放送日翌日からの1週間どんな感じになってるかを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に1週間と書いていただけると助かります。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております、はい、さっきのあのメールちょっと良かったんでステッカーを、君とべ、お母さんに覗かれたので晩ご飯ちょっと残すってやつといや、野球本助、あの飲み会ね後輩混ざるぞってやつ、うんうんうん、ツイストダンスジャガー本屋大賞の本を並べて劣等感を感じさせてやろうと思いますっていう。これすごいあのいいんでスポーツ新聞紙からあげますステッカーいやそんないやいやよかったですすごいこういうことそういうこと制裁は弱くない。いやいやいやこれもうやりすぎなぐらいですよだから本当あそうなんだちょっと強めだぞって思ってます本当、うん、ちょっとねこんなメールも来てるんですよ、うんラジオネームトゥルーマンショーこちらサイバー犯罪対策課やべえ現在日本放送社内で予告犯罪を行おうとしているお笑い芸人酒井健太メンバーの居場所を特定したやばいこれよりスタジオに突入するやばパターンおい手を上げろな誰もいないこれはスポーツ新聞あの野郎一体どこで放送してやがるんだ危ねえ危ねえじゃないよよかったここどこ行っちゃったのどこよかったどこの階行っちゃった6階なかった危ねえ 4階ですよ4階危ねえなんで見逃すかないつもこれ日本放送じゃないんじゃないのこれえ違うとこ行ってないどこ行っちゃったじゃあヒントやろうかトゥルーマンショーえヒント LF じゃねえからないや LF だよ今でしょサイバー犯罪対策、はいラジオネーム野球本助スポーツ新聞紙とは誰なのかいや笑ってんじゃん誰なのか僕なりに推測を重ねてみました。まずやつはスポーツ新聞で顔を覆っている。やつはきっとスポーツが大好きに間違いありません。つまりやつの正体は池谷幸雄に他ありません。やつはスポーツが大好きです。みんな急いでやつの身柄を確保するんだ濡れ衣だよなんでってなるなになになにお前スポーツ好きだろって好きだけど
アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、この時間で一部地域の方とはお別れです。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。 ap@allnightnippon.com です。1時間お付き合いいただきありがとうございました。この後も聴ける地域の方はラジオで、そしてノッ TV でお楽しみください。感じでいいのね、弱すぎないのね。大丈夫だ、弱くないから。制裁がさ強すぎる、制裁も強すぎるよ。抑えてもいいぞみんな。芸人は2種類に分けられる、アルコ&ピースか、それ以外か。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、時刻は4時を回りました。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。はい、はい。今日は、制裁予告を送ってもらっておりますが、はい、はい、あ、メールが来てます。ラジオネーム、はんぺん侍新聞紙。俺がスポーツ新聞紙だ。捕まえられるものなら捕まえてみろ。今俺は埼玉のどこかにいるぞ。酒井さん、どうか捕まらないで。身代わりが、ね、身代わりになってくれてるはんぺん侍。何が目的なの。え、酒井のスポーツ新聞紙としてのカリスマ性やべえの、うん、こんな。そういうことよ。俺の代わりになってくれてるってことでしょ。だから志は一緒なんだ、みんな。みんな一緒よ。すげえ。どれ志って何。いや、僕も感動してます。感動してます。こんだけのやついたらちょっとステッカーあげよう、こいつ。いや、ダメだよ。半分侍ダメだよ。こんな意気込みで来てくれてんのか。いや、みんなあれ、ね、身代わりになろうとしちゃうから。マジでありがとう。いや、声潜めなくていいんだよ。腹立つから。すげえな。いやー、まあ、まあ堺のね、うん、志に、まあ、その思いに共鳴してる人もまあ賛同してくれてるいるんすかね、うん、あ、こんな人も、来ております。愛知県ラジオネーム、さらばしぼれ。おい、スポーツ新聞紙、偉そうなこと言ったって顔隠してちゃ意味ねえぞ。正々堂々戦え。ネット上で神様気分に浸ってんじゃねえ。あんたみたいなやつ絶対認めねえからな。お前のやってることは正義でもなんでもない。いや、これね、うん、あのその予告班の、うん、その予告でね、うん、戸田恵梨香が言ったセリフなんですよ、うん。ま、これおそらくまんまです。そうだ、うん、うん、まん、ちょっと、うん、ちょっとね、うん、まんまだと。いや、でもまあ戸田恵梨香の可能性ありますよね。そのそいつが、さらばしぼれが戸田恵梨香の可能性。違う違う違う、ずっと送っててくれたって可能性ありますよ。戸田恵梨香が、さらばしぼれっていうラジオネーム。多分戸田恵梨香愛知県住んでねえだろ。今じゃあ、あのテーマの方メール読んでいきますよ、うん、制裁予告、はい。ラジオネーム、ミルクココア。家の電子レンジが最近機能をしなくなってきたから、うん、電子レンジのコンセントを抜いてやった。これから1週間電気を供給されないのはさぞ辛いだろうな、うん、1週間飯抜きの刑だ。飯抜きだからさ、うん、そのこ何、無機質な感情ないものに対する制裁だと、ほんとただの自分の一人相撲だから、うん、いや、だけど制裁になってないんだよね、別に。電子レンジからしたらもうこれはもう大変なことですよ。元の電源抜かれてるわけですから。家がちょっと静かなだけよ。焦ってますよ、きっと今。省エネよ、ただの電子レンジ。ただのそれも待機電力の省エネ。いや、それもあるんですよ。制裁じゃないんだよ。いや、制裁でもあるし、制裁でもあるし、エコでもあるし、エコ制裁、エコ制裁ってなんだよ。ラジオネーム、コアドラ。しこってるところを母に見られそうになったので、1週間ぐらいうつろな目をして過ごしてやる。覚悟しておけ。いや、なんか、いかつ。中二っぽさでごまかそうとしてるやつだろ、それ。あんた、どうしたの。ああいう行為がなんか特別感を帯びさせてごまかそうとしてるやつになるよ、これ。母ちゃん心配させるんだな。
変なことと思ってないよ。うん。続きましてラジオネーム、きなこもち。今日夕飯を食べようと思ったら、うん、ご飯が炊かれていなかったので仕方なく冷凍パスタを食べた。米を炊いておかなかった母に制裁だ。だから炊飯器に研いだ米をセットしといてやった。これでびっくりして朝のリズムがずれるだろう。母ちゃん大事だからな。朝の母ちゃんばっか、こいつ友達いねえなみんな。いや母ちゃんばっかじゃん。セットしといてくれるんでしょ結果。いやだけどそれはお母さんはやっぱ朝のリズム大事にする人ですから。いやいや、ヒロシ研いでてくれたのありがとうねって終わるよ。ああさっきのそいつ何なんだ。平子さんとやってる息子はちょっとでも暗黒感を出そうとして低い声で中二病の。続きまして和歌山県ラジオネーム、ゆたや選手。先ほど洗剤を入れ忘れたまま洗濯機を回した俺に次ぐ。おい何をやっているんだ、疲れてるのか。お前はジュースを飲んで頭を冷やせ、明日またやればいい。先生自己反省や。ほらジュースを、いやダメだよこれ。いやこれしかもさ、自分に制裁でもないしさ、ジュース飲ましてるじゃん自分に。めんどくせえ。明日やろうって。ただジュース飲んで明日やろうって。それは今やったわよこれは。これはね、うん、それは今やったわよ、ね、そうだろ。引き続きメールお待ちしております。 AP アットマークオールナイトニッポンドットコムです。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。家族。我々アルコ&ピースはリスナーのことを家族だと思っています。僕平子はお父ちゃん、酒井は兄ちゃん、そう思って接してもらいたい。このコーナーでは家族の君から本当の家族には言えない君の日常を送ってもらっています、はい、では参りましょう。ラジオネーム浜くん。お父ちゃん兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。あれ高橋くんじゃない。よ、え高橋くんも東京出てきたの。こんな都会の街でばったり会うなんて偶然だね。約束を守りに来た。え小学校の時の約束覚えてるか。俺と君とで指切り幻満したこと。は何言ってんだよ。大人になったら一緒にバンドやろうって指切り幻満したじゃん。まさかそれを覚えててわざわざ。バンドやろうよ。やるっつったって俺もう就職してるし子供だっているから無理だよ。そっか、じゃあ嘘ついたってことだよな。え本当に覚えてねえんだな。俺嘘つくやつ嫌いなんだよ。そんな約束を覚えてるわけないじゃん。許さねえから。まさか復讐をしに来たのか。指切りゲーマ、やめろ。嘘ついたらやめろ。ハリセンボンのまず古着屋巡って上限5000円って決めて、お互いが似合うと思うアウター買ってプレゼントし合いっこする。指切った、よし古着屋行くぞ。なんじゃそら、どてぃ。いいですね。いや、モンスモーキーさんこれとって怖かったけどね。ステッカー差し上げましょう。はい、東京都ラジオネーム旦那シモン。お父ちゃん兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。あなたはこの方のことをどう思いますか。あなたはこの方のことをどう思いますか。笑ってこらえて。あーなんか家にある観賞植物とかに名前つけてそう。意外と家の犬とか猫とかのお尻の穴の嗅ぐのが好きそう。ピンポン。
デヴィ夫人。ブー。あなたはこの方のことをどう思いますか。あなたはこの方のことをどう思いますか。笑ってこらえて。家で鏡見ながらライズアップの CM の真似してそう。ピンポン。何年かんでの社長。ブあなたはこの方のことをどう思いますか。あなたはこの方のことをどう思いますか。笑ってこらえて。チンコバカでかそう。チンコバカイカチーシー。金玉は8個ありそう。ピンポン。和田アキ子。ブあなたはこの方のことをどう思いますか。あなたはこの方のことをどう思いますか。笑ってこらえて。毎日渋谷のセンター街で外国人に喧嘩売ってそう。チンコバカでけえし金玉8個ありそう。ピンポン。もっと冬木。ピンポン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 。ということで今日のゲスト元冬木さんです。デン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 出てくるやつね。ぐちゃぐちゃ印象。いやよくこんぐらいのターンで当たったよな。続きまして富山県ラジオネームおもちもちもちももち。お父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだ。これより裁判を行う。被告人前へ。裁判長の永井雄一郎さん、判決をお願いします。罪じゃない。なぜですか。なぜ有罪ではないのですか。証拠がない。そもそも被害者死んでない。どうも被害者です。いやあの時は本当に死んだかと思いましたけども、ポンポンスポポンしているうちになぜか魂がよみがえりまして本当に良かったです。 OK センキュー。だから彼には罪がない。意義ない。意義ない。 OK それではこれでラストナイツ。私はこの一連の流れを法廷画家として絵に残そうと試みましたが、バカすぎて全然描けませんでした。サタデーナイトにおバカよ集まれ。貯めなくていいだろ。いや貯めるように指示点点点の指示があるんだ。怒られるわそんな。福岡県ラジオネームトゥルーマンショー。お父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだ。平均気温マイナス58度、火星。これにより凍りついた大気中の二酸化炭素を溶かして復活させることに成功すれば、大気中の温度は急上昇し、近い将来火星に住めるかもしれない。2015年、 NASA 宇宙秘密センターで極秘に試された計画がある。肺活量の優れた人類のクローンを火星に送り込み、凍った大気を一気に吸い込んで肺の中で溶かして排出。火星の温度を一気に上げる一大革命。この計画に必要な肺活量を満たすただ一人の人類、メラ・ヨシカズ。通称メラフォーミング計画。火星に放たれた大量のメラクローン、それが火星で奏でるゴスペル、魂の叫び。火星は激爆して塵となり、大量のメラは体内に取り入れた二酸化炭素が発火したことによって光となった。地獄。夜空を燃やすメラ流星群に肩を寄せ合う恋人たち。メラフォーミング計画は失敗に終わった。途方に暮れてはいけない。地球の資源は有限かもしれないが、メラヨシカズは無限なのだ。途方に暮れてはいけないじゃねえよ。くれるだろ。無限じゃねえ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。今日のメールテーマ、制裁予告。誰も拾わないお前らの声表に出してやるぜ。そういうあれだね、うん。神奈川県横浜市スポーツヤドカリ新聞紙。ス
ポーツ新聞紙が酒井さん？なわけがない！本当のスポーツ新聞紙はこの俺だ！今俺は赤レンガ倉庫周辺にいる。捕まえられるもんなら捕まえてみろ！酒井さん、無事でいてください。続きましてラジオネームういろうちゃん。嬉しいな。俺は今京都市内にいるぞ。早くこっちに来い。酒井さん、どうかご無事で。愛媛県ラジオネームネズミ後輩。いや、俺こそがスポーツ新聞紙だ。俺は逃げも隠れもしない。俺は愛媛の松山にいるからな。捕まえに来るなら今のうちだぞ。日本放送の駐車場に逃走用の車を用意してあります。酒井さん、逃げて。みんな優しいな、本当に嬉しいもん。身代わりが続々と現れてるけど、ね、これどうする？うん、いや、もうステッカー最初にあげたんで、ダメですね。え、なんでさっきあげたじゃん、一発目で。うん、で一発目だからですよ、もうなぞってるようなもんだから。場所変えて、名前変えて、小さい声で喋るのが同じだから。いや、こいつらの思いは。ごめんなさい。いや、これが熱くなる必要ないね。知るかよって話じゃない。はい、テーマが来てます。制裁予告ですね。東京都ラジオネーム東北自動車道。おい、毎日宿題をやれとうるさい母親に次ぐ。俺はさっさと宿題を終わらせてやる。そうすることでお前を拍子抜けさせてやる。真面目なやつ。家庭内のことばっかじゃん。家庭内が無機質の。マジで友達じゃん。母ちゃんか。自分の部屋の出来事だけだ。もしか自分か。ラジオネームキラリレコーズ。おい、寝坊ばかりする我が子供、ホームセンターででっかい目覚まし時計買ってきてやる。子供いんのか。俺の声色返せ。ラジオネーム子供スター。俺はもう地球全部が憎い、地球全部が許せない。制裁の時間だ。俺は JAXA に入る。 JAXA に入ってロケットを開発しる。俺の最終目標はロケットに乗って地球の横にでっけえでっけえ星を建設することだ。そしたら地球、お前なんかちっちゃいぞ、覚悟しやがれ地球。バカな小学生じゃん。バカな。ロケットを開発しる。恥ずかしい、恥ずかしい、子供スター。バカが、バカが揃いも揃う。よしよし、リスナーのお前らよく頑張った。なんだよ、次は俺が使命を果たす番だ。なんだよ、また急に戻して。来週の予告を教えてやる。お知らせでしょ、ただの。来週6月11日の放送はスペシャルファンタジスタウィーク。我がアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロではこんな企画で世界を変えてやる。下半期リズムネタじゃなくて下半期ブレイク必至、爆笑リズムネタ爆弾スペシャル。そうじゃねえよ、間違えてるやつが。まさかの展開、びっくりしたでしょ。妥当で知ってるもんだってこれ。来週の放送では下半期に我々アルコ&ピースがブレイクするためのリズムネタを作ろうと考えております。リズムネタの先生をゲストにお迎えすると予告反しておりましたが、でも俺が頭に思い浮かぶの、まあ、2組ぐらいいるんだけど、今、はい、これなくない。発表しましょうか。誰になったの。このお二人です。ハニャハニャ、これるか。デビューから爆速で売れていったハニャのお二人にリズムネタの真髄を叩き込んでいただきます。ズグダンブンズンガン、ね、ああ、まあまあ ね、そうね、そうだよね。オールナイトニッポンの先輩でもあります。やってた。そうだ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 、はい、リズムネタだけでなくオールナイトのことも教えてもらいましょう。うん、ね、ハニャさんって交流そんなに
共演自体は今ほとんどなかったよね。向こうはレッドシアターのレギュラーで、で俺らがたまにゲストで入らせてもらった時に、直接どっちかと喋ったことある、そんなに密に。ちょっと喋ったことないかもしれない。俺もほとんど。あ、平子さんないですか。俺もまあちょこちょこっとなんか楽屋でなんか大部屋とかで喋る程度だね。ほぼない。やっべえな。ほぼねえな。ほぼねえよ。で向こうも、うん、ほぼねえなって思ってるけど。ビってっかな。お互いビってんじゃねえ。最初普通の低めの挨拶から入るんじゃねえの。大丈夫、これは勢いつけてるよ。爆笑リズムネタ爆誕スペシャルよ。いや爆誕しますよこれは完全に。まあ我々アルコ&ピースリズムネタがないということでね、弱点ですからね僕らの。弱点というかそんなに芸風がね違うっていうところもありますから。スクダンズンブングンとかやっぱもうあれはもう大発明、世紀の、まあ、笑い界の、まあまあまあ、すごいとは思うけどね、うん、ああいう感じのやつをちょっとレクチャーしてもらったりね。レクチャー、ハンニャに教えてもらうのね。いいリズムとかあるじゃないですか。で、ほら平子さんのほらハーモニカみたいなのももしかしたら使えるか。ブルースハープな。あ、ブルースハープ、うん、あれも使えるかもしれないし、ね、ブルースハープリズムネタ使える。でもいいんじゃないですか、音ネタというか。まあでも意外とまあね、うん、これで一世風靡してるわけですからね、ハンニャは。意外とほらギターとかさいっぱいいるけど、うん、ブルースハープっていないんじゃない。使えねえからじゃねえの。いや、そこがいけないです。そのそれがいけないの、もう考え方が。もっともっと柔らかくして考える。それをまっさらにしてもらって、うん、のっけさせてもらうんだ、リズムネタを。そう。ちなみに誰だと思ってたんですか。いや、やっぱりその 8.6 秒とか、あとはオリラジとかね。あー、オリじゃねえか、忙しいし。うん、いや、うん、で、ハンニャって言ったらお前悪いよ。忙しいしって。いや、忙しい、ハンニャさん、そんなじゃないですか、今多分。忙しくは。いや、まあ、バタバタしてる中でお越しいただくんでしょ。マジっすか、うん、そうかな。そう、いや、多少はそりゃそうだよ。以上、予告でした。なんだお前。じゃあね。予告犯だったの。そう、世界守れや最後まで。予告犯が、ハンニャ今来れるだろうっつって終わってんじゃん。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、あっという間ですがそろそろお別れのお時間です。はい、はい、うん、いいんですかこの制裁、うん、だいたい最後酒井の身代わりがたくさん出てきて終わっちゃいましたけど。いや、ありがたいですね本当に。こんだけ思ってくれてるのかと思って。カリスマ性はすごかったんですね、うんうん、メールが来ております。ラジオネームおもちもちもちももち、どうもサイバー警察です。いや今回は様々な地方にスポーツ新聞紙を名乗る男が現れてしまい、うん、全く本物を見つけることができませんでした。今回は我々の負けです。酒井さん、いい仲間持ちましたね。ライバルみたいになってんじゃないよ。俺でバレてる。うおうさおうよ、だからあっちに境だ、いやこっちだ、急げ愛媛県。続きまして福岡県ラジオネームトゥルーマンショー、こちらサイバー犯罪対策課、こちら LF にて放心状態、ちっくしょう、この自販機全然当たり出ねえな、おい。諦めてんじゃんもう。やっちゃってる、連動しちゃってるよ。そうね、そっちもありますもんね。サイバー犯罪対策課が、うん、自販機ね、まあ、来週ハンニャがゲストということで、はい、いや俺ぶっちゃけ超楽しみよ。いや楽しみですね、うん、あんまり絡んだことないから。いや本当に爆誕するんじゃねえかなってちょっと思いはあるわ。こうやってバスン行く可能性あるからね、俺らも教えてもらって。そうだよ ねちょっと恥ずかしくてできないみたいなのもあるじゃないですか。だからリズムの中でもハンニャのってまた独特だからね、うん、確かに。なんかゼロから生み出した感のあるリズムネタだから、うん、今満金のズグランちょっと聞きたいですよね。今聞きたい。いや楽しみだわ。いや俺震えると思うわ今。ぜひ来週皆さん聞いてください。はい、番組ではあなたからのメールを募集しております。詳しくは番組ホームページをチェックしてみてください。そして世界を変えたいなら登録しろ、番組有料携帯サイトもぜひ、ポッドキャストもあります。そしてノッティービーでは引き続きこの後5時までお送りします。
ノッティービーは iPhone など様々なスマホで見ることができます。詳しくは番組ホームページのリンクからチェックしてみてください。はい、はい、ちょっと自販機の方もね。あ、そうですね。ヤボさんね、連動企画、うん、なんとかそれをマジで、ね、ぶち当てて、そして半夜からのリズムネタお品いただいて、さらにはマックスでのズグダン軍ズングンゲーム。持ってるとこ。いやだから来週当てたら岡村さんに証人にね、ああそうですね、なってほしいですよね。せっかく当てるんだから。そうだね、本当対決の図式ですから俺の場合は。ふかしもちょっとふかし疑惑出てたんで、ちょっとその辺もね、うん、腐食して、いや目の前で見てほしいですわマジで。俺が歴史を変える瞬間を、はい、ああよろしくお願いします。お願いします、そんなこんなの今週です。お相手はアルコ&ピースの酒井健太と平子祐希でした。来週も何卒。